皆さんおはようございます。本日は松代科学定期演奏会にお越しいただいてありがとう。この11月3日曜日に関係なく11月3日に私どもの松代科学協会の定例の演奏会というふうに決めておりまして、設立以来ずっと続いております。いろんなことを申し上げる前に、チラシ、入り口にありました。その下に書いてあるのを見ていただくと、ほとんど、お分かりになると思います。ちょっと、待つ。江戸時代から版画として雅楽が普及されました。明治になって、松代出身の陸上の宮島さんという方が、庶民に馴染めるように、古典などから、歌を選んで50曲を作曲されました。これが松代科学と呼ばれ、全国的にも有名になったそうです。残念ながら後継者不足から1954年昭和29年の演奏会を最後に途絶えてしまいました。これでいいのかということになり、ずっと有志の方がいらっしゃって、1995年、閉じてから40年後に松代科学協会が復活することができました。私たちの使命はいろいろあっても、この日を絶やさないでずっと続けていく、その最大の願いとして頑張っております。皆さん今日初めての方もいらっしゃいますが、古典の科学とか宮中科学、曲2曲やりますけれども、ちょっと違うなと思うと思います。宮島俊壮さんがつけた曲で、もともと日本古来の歌を選んで作曲したわけですから、ちょっと違うと思います。それは歌が中心です。それでは早速演奏に入りたいと思います。ほぼ1時間を目指してますが、1曲目はオリジナルの曲、大和桃子です。よろしくお願いします。
山田五郎でした。この曲は昔長野高校の校歌だった頃もあるとのことです。数年前長野高校の120年記念式典に呼ばれまして、やってきたのはつい先にはします。それではこれも、真っ白科学オリジナルの四文の意を演奏します。Thank you.
ヨモの海でした。それとですね、最初に言い忘れたんですが、雅楽はだんだん速くなっていっちゃうんですね。そういうのも走ってる、まあ、ジャズやなんかの違いで走る、最も嫌われるんですが、雅楽はだんだん速く演奏してるということになっています。遅れてますが、富士ですね。これは山部の赤人の歌で、本来ですと、4人の子供の場合がついてるんです、ね、私もその際の昭和29年中学3年生でしたのでやらされました。何も覚えてない、みんなに怒られてます。本当はね、こういうものも復活してやらないといけないんですが、ダメだな、全然覚えてないんで、その節をやります。Thank you.
では次にそのものに、この曲は、藤原道真の歌に曲がついております。
坂井ルミオでした。続きましてはもう文学のなんですが、恩田桃子さん、昔、偉い人がいて、その人の作で紐鏡という歌を合唱でやりたいと思います。笑っちゃいけない。それじゃあ紐鏡でした。ありがとうございます。例年ですとこれで転落で終わるというところなんですが、今年になってから古典音楽の中のもう一つ五条楽の中という曲がちょっと練習を始めました。本来ですと倍違いんですが、1回繰り返さないと1回だけで、ちょっと途中なんですけれどもやってみようじゃないかということになりましたので、五条楽の九を歌います。
が最後のところを間違えましたね。失礼しました。それじゃあ次はエテンダクをやります。これで私どもの終わりです。ちょうど今1時間になったので、ちょっと
どうも。以上で終わりです。また来年やりますのでよろしくお願いします。